今日は比叡山中学校高等学校で講演会だったんですけども、一昨年からご依頼いただいていまして、今年、実現できまして舞台に立たせていただきました。体育館に集まっていただいた保護者の方々と先生方の皆さんなんですけど、ご期待に応えることができたのかどうかわかんないですけど、もちろん僕の子育ての大先輩の方々、講演会終わった後にもたくさんのお声掛けいただいて、今からやで、今から頑張るんやで、しみけんっていうのをね、たくさんの方々ご支援いただいたんで、まだまだ、伝えていきたいですね。みんなにお会いしていきたいなって思ってます。これでよかったんかって、めちゃくちゃね、ずっと引きずります。あなたのために生きるということは、自分のために。すいません、ありがとうございました。皆さんで手取り合ってください。もうあかん時はあかんってみんなで言い合ってください。僕はその時に必ず、今何時かな、夕方の4時なんですけど、すごいちょっとひんやりしますけど気持ちいい感じですね。もう紅葉もね、まだちょっと色づけ始めなのかな。